はい、皆さんこんにちは、つもかしと申します。今回はボナベンチュラのミニジップウォレットのご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。こちらの財布、非常にコンパクトでキャッシュレス化に適したミニマムなデザインの財布になっております。サイズの方は iPhone よりも小さいサイズで、何も入れない状態ですとかなり薄い財布になっております。素材の方はドイツの老舗タンナーであるペリンガー社の高品質なノブレッサレザーが使用されています。ご覧のようにキメの細かい均一な型押し模様と美しい発色が特徴的で、非常に上品で高級感のある見た目に仕上がっております。ちなみにこちらのペリンガー社の革はエルメスなどのハイブランドでも取り扱われていまして、非常に知名度の高い人気の素材になっております。また革の表面にはナノガラスコーティングが施されているため、革自体が水分をはじき汚れやシミがつきにくい仕様になっております。ですから革の手入れが苦手な方、初心者の方でも非常に扱いやすいおすすめの革となっております。縫製の方を見ていきますと、ブラックの糸でしっかりと均一に縫われております。また小刃の方も表の革と同色系の小刃材が使用されていまして、非常に丁寧に仕上げてあります。構造の方はこちらに革とポケットが5つ、そして裏側にはシンプルなポケットが1つ、そしてこちらの中央部分にはジップ付きのポケットが1つついております。ちなみにこの内側にもレザーが使用されているオールレザーの仕上がりになっております。そしてカードポケットの方は角が斜めになっておりますので、こちらにカードを沿わせて出し入れすると非常にカードを扱いやすい作りになっております。こちらの財布は紙幣を入れるスペースが特別設けてあるわけではありませんし、2つ折りの状態では紙幣を収納することができませんので、こういうふうに4つ折りにして外側のポケット、またはこちらの中央のポケットに紙幣を入れて使うことになります。個人的にはこちらの外側に四つ折りにした紙幣を、そして中央にコインを入れて使うと使い勝手がいいように感じます。中央のコインポケットは大きく開く作りではありませんが、浅いポケットになっていますので見やすく、そして取り出しやすい仕様になっております。ですがコインを入れすぎますとスマートな見た目が台無しになってしまいますので、コインは多くても10枚程度にしておいた方がいいように感じます。あくまでカードメインの財布というデザインに作られていますので、現金をよく使われる方には不向きなデザインになっております。ですがシンプルで高級感があり、そして非常に魅力的なサイズ感になっておりますので、ちょっとしたお出かけの際のセカンド財布、またはカードメインのコンパクト財布をお探しの方には非常に適した財布だと感じます。カラーの方も7色展開とカラーバリエーション豊富ですので、ご興味のある方は商品のリンクを概要欄に貼っておきますので、後ほどチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。皆さんのコメントやチャンネル登録の方をお待ちしております。